はい、というわけで、はい、まあ、練習ね、ストローク、そしてボレー、スマッシュやってきました、はい、そして最後、はい、サーブを。わかりました、はい、で、はい、サーブね、今反対側に的を置いてるんですけど、はいはいはい、ちょっと的当てゲームも兼ねたサーブ練習にしようかな、はいはい、で先に当てた方の勝ち、うん、ああ、当たるやろ、あんだけありゃ、うん、今、6個置いてるから、1つの枠の中に、はいはいはい、あの負けた方は全部のボール拾う、うん、マジの部活みたいな罰ゲームね。いや、本当はさ、あのね、サーブのさ、お尻で的当てみたいなとかあるんだけど、うん、そういうするとさ、もう今コンプライアンスうるさいじゃないですか。あのテニス業界はボール拾いまして、ボール拾いね。そう、分かりました。ボール拾いをやります、はい、はい。もう十分すぎるほど十分、まあ、僕がね、漫才、コント、まあ、ボケのクオリティ、ツッコミのクオリティで屋敷に勝とうと思ったらもう到底歯が立ちませんよ。中国のエースですから。もうええねん、それ何回言うねん。最後これ、はい、俺と一緒にテニスの試合をして、わかりました、吉本一のテニス芸人っていうのに、うん、箔をつけたい。俺が勝ったらもう俺吉本一位になる。そうなったらね。オッケーオッケー。こんなチャンスないやん。だからガチのテンポイントタイブレークを今から屋敷と、はい、弱点はなんとなく分かってるから、もう YouTube 見てもう研究して。いや、そうだよ、そうだよ。あの意外なのが、今日の撮影をするにあたって屋敷が事前予習してきてるっていう。はいはいはい。ちなみに俺が出てる回で一番印象に残ってるのは、めっちゃうまい人のシングルすごかったよ。シングル、うん、シングルでなんかすごいやつ行くかった。誰だろう。あ、このチャンネルじゃないやつ。あ、 あっちの方に出てるやつはもうマジでこんなうまいのこいつってビビった。はい、というわけで、じゃあ今からは吉本一のテニス芸人という称号をかけて、はい、はい、屋敷とやっていきたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあいきます。はい、フィッチナフスムース5。じゃあサーブで。はい、わかりました、はい、お願いします。お願いします。Oh!
あかん。ありがとうございました。あちゃん、ちょっと悔しいな。待って、はい、お前なんかいつもこれじゃない変なラケットでやってるやん。あ、ウッドラケット、あっちで勝負してくれよ。いいよ。よう考えたらめちゃめちゃ互角のルールでやってるよ。え、でも一応最新ラケットだからさ。いやいやいや、ダメダメ、もうあの変な金のやつおもろいやつ。金のやつ、うん、あれでもう一回やらせて。大体40年ぐらい前はこれが主流だったの、このウッドラケット。これめっちゃむずそうやん、重たいし、スイートスポット多分少ないし。そう、じゃあこれで7ポイント、7ポイント、OK、 10ちょっと後半俺死んでたから、うん、バモス渡辺がウッドラケットを使ったこの対決、7対3で私バモス渡辺の勝利です。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バモス。